ボールです。そして久保空です。はい、お願いします。お願いします。はい、ということで、本日はね、くそ暑い中撮影お手伝いありがとうございます、はい、ありがとうございます、まあ、そろそろ本当にサブメンバー乗ってくれてもいいんだけどなまあね、そういう話はさておき、大久保くん、久保空、はい、君に来てもらってるということはスラッガーじゃないんですよね。はい、普段スラッガーを使ってる大久保くんにちょっと他のグローブをレビューしてもらおうウィークということで、はいはい、これは何本かに分けて撮ってるんですけれども、今回に関しては翔平さんと僕の内野手外野手用の、まあ、普段あまり出してこない、はい、まあ、昔はもちろん多く出てましたよ。で、最近出してなかったグローブとか、はい、っていうこのおさらいも兼ねてちょっとレビューをしてもらおうかなというふうに思います。はい、一応もうめちゃくちゃ出てるグローブからいっちゃうか。これはね、はい、変わりません。ずっと出てます。はい、水野プロのオールスター2022かなの、はい、オールスターモデルのグローブです。まあもうねこれは正直言うと今年のスワロースポーツの福袋の、はい、グローブなのでまだ硬いっす。まあ、片付けはしてるんで、まあ、動きはしますよ。で、補給も全然取れますけど、はい、まだちょっと固めかなというような感じなんで、そのままの水のプロの革の良さがまだまだ伝わってくるグローブとなっています。で、背面がエナメルのね、この、はい、グラフィックス加工が入ったエナメルの、ケコのグローブとなります。じゃあちょっとこれはね、はい、使ったことはある、使った時はめたことあるよね。はめたことあります。ちょうど大久保くんが持ってる、はい、ケコのね、スラッガーのオールスターの、はい、あれにちょっと似てるよねって言った時に一緒に紹介、大久保君のねグローブも一緒に出させてもらってたので、はい、だって認識はありますもんね、これ。はい、あります。どうですか、実際水のプロってそんなにはめることないと思うんですけど。全然店舗で販売している新品ははめたことはあるんですけども、うん、実際に使用済みっていうのは、はい、なかなかはめないので。まあそうですよね。はい、こちらの、まあ、補給面黒っていうのもあると思うんですけど、うん、背面のエナメルと合わさって結構指先が強いっていうのが特徴かなと。そうなんですよね。だからちょっとイメージとしては違うけど、はい、スーパースキーウィルソンの、あ、そうですね、まあ、あれはもう完全に合皮のバスケットの、はい、バスケットボールの素材を使ったりとかしてるから、はい、全く別物ではあります。正直別物ではありますけれども、イメージとしてはそんな感じですよね。重くなることもないんですよ、革じゃないから。水拭きしてもいいし、それこそスパイク用の、はい、スパイクのほらエナメルムースとか、エナメルクリーナーのムースのやつとかで磨いても問題ないんじゃないかなと、はい、思ってます。そうですね、例えば雨の日とか、うん、まあ、試合じゃなくても練習だけ使って試合用は濡れないようにとか、うん、そうですね、工夫もできるので、うん、ここでおすすめに、はい、まあ他じゃないからね、こういうグローブあんまり、はい、まあ、毎年水野は、オールスターモデル出してますし、はい、まあ、今年のもね、去年のもいろいろあると思うのでチェックしてみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、はい、じゃあ次のグローブいきましょう。はい、こちらで、グローバネエリートのダイバーシティブルのオーダーグローブとなっています。もうめっきり見ることはなくなりました。はい、確かさこれ選手モデルのサイズ変更ありだった気がするんですよね。そのズバリは確か糸原選手モデルだったはずです。で、これがすごい、当時信号機グローブっつってましたね。青黄色赤か、はい、進め止まれなんだっけ、赤停止でいいのかな、なんだっけ、風停止、まあ一応ね、道路交通法的には黄色も止まれですからねで、まあ、ネイビーで、あとはこれはホワイトなのかなを使ったり、刺繍も、裏側に刺繍あったり、あとは親指で、ね、切り抜きの鬼、はい、刺繍があったりしています。で、これグローバネエリートなんですけど、革質的にグローバネエリートっぽくないです。しっかりしすぎてるようなイメージは正直あります。ちょっと、はい、いいですか。あ、本当だ、あ、本当だ、全然グローバルエリートっていう感じではないですね。うん、どちらかというと、あ、でもね、水のプロと比べるとやっぱさすがに劣りますよ。劣ります。こっちと比べると。でもオーダーのグローバルエリートって市販で売られてるグローバルエリートの何倍も革質いいなって。もちろん市販も市販でいい革質はありますけれども、その最近正直僕グローバルエリート革質前より良くなったなっていうふうに思っていて、でもそれ良くなったなって市販のやつのちょっと前にオーダーしてるやつですね。確か2021とかにこれ1か2かな1かな、俺入ったあとちょっとだから2021年ぐらいにオーダーしてるはずなんですけど、はい、その時のグローバルエリートの中だったら市販よりかもオーダーの方が絶対良かったなと。硬さ残ってますよね。硬さ残ってます。これ土手とか、うん、全然いじってないと思うんですけど、はい、やっぱその分小指から巻き込む感じで、うん、で打球にも負けないこのウェブ、
そう強さもあるので飾り紐もついてるし、はい、まあ、サードとかで強い打球取る人とかには全然これおすすめになるようなオーダーになるかなと、はいはい、革質的には革質もあの本当先ほどおっしゃった通りあのグローバリーエリートとは感じさせないような張り、あとこのしっとり感があるので長持ちとか手入れに関してもしやすいかなと思います。まあそうですね、まあ、これもちょっとネイビーが色落ちしてきちゃってるんで、はい、まあちょくちょくそうですねやらないとダメかなとは思いますけど、まあこれも全然まず使えるのにちょっと浅めなんですよね。あとはそうですね、でそういったところで言うと昔のスラッガーに肩としては近いのかな。近いですね、親指ちょっと分厚めだし、はい、親指もなんか分厚いけど、まあ効くは効くよね。だから強い浅いグローブ、はい、っていうような認識あるかなと、はい、じゃあ次のグローブいきますか。はい、はい、そしてこのグローブたまに出てきますね、前原スポーツさんで確か、購入したハイゴールドの己極めのグローブとなります。はい、こちらはそうですね言った通り、数年前僕がまだ加入する前に須江さんが前原スポーツで、はい、購入したグローブとなっています。肩としてはまあセカンドへそ隠せちょっと今カメラでやってるんで、はい、なんだろうな、一昔前の西選手とか荒、はい、木選手とかみたいにどうやったら見やすいかな、閉じた時ここに持ってくる感じ、あ昔のセカンド、はい、ショートでここ巻き込むような、そうそう縦なんだけど、わかる、縦なんだけどつける場所が違う、違う、はい、ボックスじゃない縦みたいな、はい、ような形をしています。縦なんで深さ出るんですよ、こうやって奥行きが、はい、出るグローブで硬さもねすごい前に買ったのに全然残ってます。なので浅くも広くも、はい、下にもあるし奥にもあるので浅くも広くも使えるような、グローブかなというふうに思います。で翔平さんね多分力強いからなんだろうね、こっちの力が強いから、こうやってみたらどうやってみたら分かるかな、こうやってみたら分かる、うん、人差し指まで押し込みながら取りに行ってるなっていうのが肩のそのこの形状としてすごい、こうやってみたらどうやってみたら分かるんだろうな実際見たら分かるでしょ、すごいですよ、ほんと押してる、そうそうっていうようなね感じです。ちょっとはめてお願いします、はい、あ、ほんとだ、人差し指で押してるっていうのもあって、この中指部分と薬指にスレがあるんですけど、あとこの補給面、ここにシワができているので、ほんと押して補給してるなっていうのが、本人多分そのつもりないと思うんで、すごいですよ無意識で、そう、こっちの力が強いなっていう、ピッチャー用でさやっぱこうなってるじゃん、昔のグローブから比べても、はい、必ずこうなってるから内野多分取る時にちょっと指を押してるんだろうなっていう感じがしてるんだけど、はい、さっきのねこう僕らでちょっとカメラで映すのをさっきグーッと回って映した時にあって思ったのは、でもウェブ下にちゃんと膨らみあるんで、あ、そうですね、ここにそうあるから多分本人普通にこう取ってここで取ってるイメージ、あ、そうです、ほんとスラッガーのグローブみたいな感じで片付け、グローブ的には全然多分特徴としては違うんだろうけど片付けは多分昔のスラッガーっぽい、そうです、クロートスラッガーみたいな、はい、親指でこうクッと取れるようなグラブに、うん、ほんとそっくりです。これ結構セカンドの方とかそう使いやすいと思います。でも手袋が大きいから、まあ使ってて翔平さんの手が大きいから手袋が広がっていったのかどうかはあれですけど、手袋自体も大きいので大型な内野手の片手ボール使いやすい、はい、グローブなんじゃないかなと、ハイゴールドはね、はい、なんかそういうイメージは僕はあります。革質的には、革質はこの補給面見ていただくと結構もうあまりオイル塗らなくても結構ツヤがすごく出てるのと、あと補給面結構、まあ、シワもあるんですけど、そのシワが結構その手に馴染んでる証拠になるかなと思うので、手の馴染みとあと革の質、はい、で、まあ、内野やる分にはかなり使用はしやすいかなって思います。そうそう、シワがあるグローブって敬遠されがちだと思うんですけど、いや、はい、使ってたらシワはできるからっていう、そうです売られてる段階でシワがあるグローブは確かに良くはないかもしれないですよ、はい、片付けしてないやつで、はい、でも使っていくグローブでシワがあるんだったら、ああじゃあちゃんと折り目できてるんだっていう話にはなるので、はい、僕は全然ありなんじゃないかなと。じゃあ次のグローブ、
はい、これ紹介しづらいなこれはグローブ、はいはい、正直よう分からんっす。 Z のこれはなんだ、もう何年前ですかね。俺さ経緯すらもよく分かってないからさ、正直型としての感想は出てこんっす。正直コインで使ってるっていうのは分かりますいやどうなんだろう、オールラウンドにしてでかいし外野用にしてちょっとちっちゃいけど、多分オールラウンドなんだろうな。公式用かも外野手用かも正直わからない。でもプロフェッショナルプレイヤーって書いてあるから誰かのプロモデルなのかな。ダイナ Z って書いてあるけど、多分これあれなんだよな、僕が小学校ぐらいの時まで確か、はい、多分小学校上がる前じゃないこれ。もっと前ですかね。何個差だっけこれ。29、5個差ですね。あ、じゃあ小学校上がる前とかだと思う。俺小学校の時に持ってた Z のカタログでこんなラベルあったはずだもん確か。あ、じゃあ自分のもっと前ですね、うん、の時のグローブかなと。でもうすいません、これに関してはちょっとあの型レビューはなしにしましょうはい、だって分かんねえもん。分かんないですね。まあそれほど昔のグローブね、まだ翔平さん持ってるっていうことだから、はい、いやこれ渡って私レビューするっていう方がなかなか無理難題ではあるんだけど、正直ね、うん、型は分かんない正直。そこは申し訳ないですけど、まあちゃんと縫ったりとか紐通しとかすれば、はい、で汚れ落としとかしてねやればまだまだ使えるかなと。まあ本当にあのうん、全部ちゃんと修理すれば、はい、が大前提だけど。でこれさ、昔のグローブちょっとはみ出しのところこれさ、キャッチャーミットとか、あ、はい、切りはみとか玉はみじゃないんだよね。あ、そうですね、縫い合わせ、そう縫い合わせ、ファーストミットキャッチャーミットでよくあるやつ、はい、なんだよね。昔はこうだったんだ。だから皮一枚一枚を切りはみとかだ、玉はみってかぶせたり、はい、切り落としてそこにさらにかぶせたりとか、はい、してるけれども、そこのね、余分な皮を使わずに合わせてつなぎ合わせてやってるようなグローブですけど、はい、でも内部としてはちゃんと切りはみになってるんだよね。ちょっと見えづらいし見せづらいけどだから背面の切りはみ玉はみのはみ出しのところだけつなぎ合わせのはみ出しになってるようなグローブです。はい、じゃあちょっとこれはこの辺にで、はい、終わりにしておきましょう。難しいです、はい、まああと今日他にね、グローブ持ってきてるんですけども、それは別動画で、はい、内野ノック外野ノックで、源田選手モデル、はい、ワールドペガサス、はい、と、あと僕の外野手用、まあ、そういったなかなか出してないグローブっていう点では使ってもらってるので、まあ、そっちはちょっとそっちの動画をチェックしてもらうということで、はい、最後ちょっと僕のグローブなんですよこれ。僕が高校野球引退して初めて自分のバイトした金で買った記念の、はい、グローブです。これがカムイの。これ何回か出したことあるかな、1回2回ぐらい、多分2回ぐらいかな出したことあると思うんですけど、もうね使うの難しすぎて全然使ってないマジで難しい本当に。これ上手い人使っても難しいとは思います。で公式向けなグローブなんですけど、一応僕が分かるかな、辻閉じなんですよね。辻閉じ、面が広いです、うん、だから面も広くなるし、ここの幅もめちゃくちゃ短いし、指の長さも超難しい公式のセカンドショート用を軟式で作ったっていう感じのグローブなんですけど、はい、ちょっと多分取っても難しいと思うよ。すごい現代のそのよくあるちょっと大きめの深いグラブとは真逆のグラブですね、うん、2014年とかにオーダーしてるやつ。その時はあれですもん、なんか広く浅くっていうグラブが、ね、ずっとそうっすね。なんかそうだね、僕がまだ高校の時とかだし、はい、一応西武にいた時の中島選手ぽいグローブが作りたいなと思って、カラーリングもそう、カラーリングはそれでやったのと、ウェブを中島選手が西武時代に使ってたような感じ、そうそうそうですし、その時の二遊間だとそれこそやっぱ宮本さんとか荒木さんとか、スラッカーで言ったら鳥谷さんとか、そうです、片岡さん、あ、それ片岡さんもいっぱい出てる、うん、あと、まあ、松井和夫さんも、そうそう、まあ、メジャーから帰ってきた時ぐらいかな、はい、のグローブなので、どちらかというと一昔前のスラッカーって感じ。そうです、もう見た瞬間にあれこれスラッカーかなって思ったんですけど、よくメーカー、まあ、ラベル見たら間違ったので、そう、でも革の感じ、まあ、全然スラッカーじゃないでしょ。そうですね、でもこのもっちり感あるので、うんうん、面が広くて暴れるかなってボールを思うんですけど、意外とこのしっとり感、うん、あとウェブのこの深みもあるので、はいはい、あのシングルで行った時もここにスポット収まるかなっていう感じはあります。そうね、でもちょっとシングル怖いでしょ。怖いです、ね、逆は怖いでしょ、逆心は逆は怖いです、指
ちももうちょっと長めの方が安心できます。だから多分公式寄りなんだろうねっていう、 そのグローブの型紙的には、はい、面も背面も皮しっかりしてるんで。そうっすよね。これを僕は大学のソフトボールの授業で使ってました。めっちゃイケてますね。ソフトボールだったら、はい、暴れなかった。でかいから逆に。指がここまでしか入ってないんですよ。うん、もうほんと手のひら補給みたいな。そう。だから逆にソフトボールだったから良かったんかなっていう。そうです。でソフトボールで使っちゃってたからめっちゃポケット広くなっちゃったんかなっていう。あ、ソフトボールでサードで守ってたから逆に使うこともなかったし。シングルで両手 で、うん、でソフトボールレッグが狭いからすぐに取らなきゃ投げなきゃいけないから、はい、っていう点で使ってたからこういう型になっちゃったんかなっていうような感覚は少しあります。なんか見てよかったなって思うクラブです。まあね、ちょっと使いづらいから使えてはいないですけど。まああの球拾いとか試合前のちょっとノックとかで使って、はい、まあ、トレーニンググラブみたいな感じで使ってみるのもいいかなと僕の中では思っているので、はい、今でもオーダーグローブ神井さん置いてあるので、オーダーもできますし、はい、で普通のやっぱり他の4大メーカーとか5大メーカーとかのオーダーよりかは安くオーダーできるので、はい、ぜひぜひ所沢店のみですけど学生とかに、そうですね、いいかなというふうに思います。はい、はいはい、ということで本日は、過去の歴代グローブ紹介を、はい、普段スラッカーしか使わない男に大久保くんにね、はい、レビューしてもらったりとか、まあ、おさらいの紹介をしてきました。比較的現代に近いグローブを今大久保くんが持ってもらってて、はい、古代系なグローブを僕は持ってるんですけども、まあ、それぞれのね、良さ、メリットデメリットありますし、はい、逆に昔のこういったグローブね、今になって使ってみたいっていうのがあったら、そういうグローブをね、オーダーしてみてもらったりとか、購入してみてもらうのもありなんじゃないかなって、そういうグローブのね参考になればというふうに思います。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。